55分やんってなって即始めました。ごめんなさい皆さん、ごめんなさい、気づいてよかったです。とても本当に気づいてよかった。気づかないとこだった。ちょっと待って、今日ねこれ買ってきたんだ。アラーム設定、確かに。ごめんなさい。明日はもしかしたら夕方もできるかもしれんけど、夜もすると思いますね。そう、レッスンお疲れ様でした、ありがとう。そう、夢中になるとそう時間わからなくなるよね。今日これ買ってきたので、これ飲む。ドドン、やばくない？ゼルでこれ買うの。最近飲めるようになったやつ、紅茶味。お家から蜂蜜味は何本持ってきたっけ、4本ぐらい持ってきたっちゃけど、4本かな4、5本持ってきたっちゃけど、うん、これぐらいのね、200ミリ多い4個か5個持ってきたっちゃけど、そう、蜂蜜はでも売っちょらんから、紅茶味唯一他に飲める味。プリンとかも売ってないから、プリンと蜂蜜とバニラが飲めるっちゃけど、どれも売ってないので紅茶味。そう、これを飲みます。アイスにもできると思うよ。え、なんかこれディズニーパークチケット当たるらしいよ、すごい。欲しい、見て、ディズニーパークチケット当たるらしい。のまり好き、嬉しい。わさっぴさん、タコさん、ありがとう。これを今から飲みたいと思います。いやだ、よし。でもね、これさっきも飲んだから、すぐなくなっちゃいそう。1000ミリ入ってるのに。コップに入れるよ。どうやって飲むの、どうやって飲むのよ、どうやって飲むのよ。コップに入れます。それではいただきます。バナナ味、バナナ味あるね。でもね、残念、ゆうわさん、私バナナ嫌いなんです、苦手なんです。そう、そのまま飲みませんよ。美味しい、めっちゃ美味しい。申し込み付きに弱いから、ほんと買ってみる、いいかも。コーヒー味、コーヒー味もね、今は飲めん。普段飲めるけど、今は飲めん。え、そうね、ごめんね、ゆわさん。そう、バナナ苦手なんです。そういえば今日ね、あれ、今日ね、あ、そう、今日カレンさん、昨日かな、昨日か今日、カレンさんにサランバナナいらんって言われたっちけど、断りました。なんかバナナ多分無駄にちぎっちゃったのかな、わからん。あの、バナナどうぞって書いてあった、あの差し入れのバナナ無駄にちぎっちゃったのか分からんけど、なんかバナナいるって聞かれて、いらないですって言って、そう、答えました。そう、バナナね、苦手なのと、まあ、若干アレルギーなんですよね私血液検査して分かったこと、バナナアレルギー。そう、でも食べれないことはないアレルギーです。食べれな
ない範囲、食べれないことはない範囲、過剰に摂りすぎると多分出るんでしょうね、分からんけど。バナナアレルギーらしい、一応アレルギーゾーンに入ってましたね。そうそう、二重の意味でダメなんですよ。でもバナナは全然食べれますよ、食べれるけどね、バナナあんまり好きじゃないんですよね。そう、あんま好きじゃない。そうでも親戚のおばちゃんが作るバナナケーキめっちゃ好きなんで、あと東京バナナとかめっちゃ好きですけど、果物のバナナはね好きじゃないんですよ、嫌いなんですよ。うん、キウイ、キウイとももアレルギー、待って、キウイもアレルギーだよ。キウイめっちゃ好きなのにアレルギーって、あのアレルギー反応、あの血液検査出てて笑っちゃった。え、キウイめっちゃ好きなんですけどって言いましたもんね、お医者さんに。え、キウイ好きなんですけど、キウイ食べちゃダメなんですかって聞いたら、いや食べてもいいけどみたいな、食べ過ぎたらなんかブツブツでも出るんじゃないですか、わかんないけど。なんだっけ、アレルギーのものを食べるとなんかあるよね、なんかアナフィラキシーだっけ、なんかあれがね、まああの全然食べちゃいけないぐらいの程度じゃないので、若干アレルギー。うん、そう、バナナケーキ平気だし、バナナ食べても別にあの痒く、どこか痒くなるとかそんなのはないですね。ちなみにキウイもないですね。いやでもさ、なんか食べ物でね、よくブツブツ出るんですよ。そう、ブツブツ出るから、もしかしたら他の食べ物って思ってるかもしれんけど、キウイを食べた日に出たのなら、もしキウイですね、きっと、わかんないけど。そう、え、アレルギーゼロと思ってたっちけど、なんかあるらしい、あるらしいわ。うん、そうそうそう、でも全然食べれないとかないし、キウイむしろ大好きなんで、これからもキウイは食べますよ、食べれるようになったら。バナナはね、あの好んで食べんから、でもイチゴとかじゃなくてよかった、うん、悲しいやん、イチゴアレ、イチゴアレルギーとかあったら、うん、よかった、まだマシ。そう、結構いろいろある。結構ね、思った以上にアレルギーあったんですよね。そう、バナナはおやつに入りますか？入りません。え、バナナは果物やろで、イチゴやったら泣く、イチゴとかマンゴーとかやったらめっちゃ泣いた多分。いやでもさ、食べれないことはないって言われたから、別にね、見に来れた嬉しい。イチゴよりバナナが見るか、まあバナナの方がよく見るよね、スーパーで。桃だとバラアレルギーで、そうやっちゃう、因果関係があるって。あ、確かに、あ、いや違うな、いや違った、宮崎県産バナナ嬉しい、珍しい、嬉しい。サロン先生、おやつは何枚ですか？おやつはおやつってさ、何、300円って言うっけ、500円、500円でいっちゃう、ワンコインでいっちゃない？うん、東京にいる時に時間があれば新宿の宮崎館に行って、美味しいものいっぱい売ってるよって。嬉しいね、嬉しいね。確かに、今年やろ、今年、今年まだ行ったことないってよね、みんな今年に行って、今年、うん、
今年行ったことありますか皆さん。ちなみに今年ある？こんばんは。今年行けてない？行ってみて、時間あったら。今年絶対いいとこですよ。絶対いいところ、うん、新宿にあるって言ったね。チキン南蛮食べてた。嬉しい、嬉しいね。うんうん、東京まで行って宮崎のお土産買う気はないかも。悲しい。気が向いたら行きますねって。ぜひお近くの宮崎アンテナショップへ。AKB48 チームメイト宮崎県代表のソラノンですって。売り込みかけを、え、嬉しい。売り込みかけといてください。売り込みかけといてください。アンバサダーにどうですかって。確かにいいね、それ。それいい案だわ。ただの、ただ中の鶏肉は普通の唐揚げだ。唐揚げ？悲しい。それはチキン南蛮じゃないぞ、つまり。あ、私が言って？恥ずかしいやん、そんなの。まだ皆さんが、ぜひ。ナッツさん、お花ありがとう。カズ兄さん、だるまさん、ありがとう。金ナンバー。和歌山なんてでしょ。おー、銀座有楽町。うん、ゆうちゃん、またありがとう。いや、明日も投資がやばいんだが、みんな投資やばいんだが、助けておくれ。なんさん、タコさん、ありがとう。ありがとう。有楽町アンテナショップは、そういうイメージじゃなかった。なんか有楽町は勝手なイメージね。めっちゃ勝手なイメージね。飲み屋さんが多いイメージ。有楽町にね、降りたことないな。飲み屋街って感じする。全然違う？多分違うよね。ドーナツ食べながら見てる。イエイ。有楽町ってほぼ銀座。そっか、多分それは新橋。あ、新橋か。なるほど。じゃあ銀座ってことは有楽町もおしゃれな街ってことですか。宮崎のアンテナショップはヨーグルッペとかスコールとか肉巻きおにぎりとか辛麺とかチーズまんじゅうとか宮崎マンゴー、宮崎マンゴーラングドシャとかいろいろおいしいものがいっぱい売ってると思います。地鶏とか真空バッグに入った。あ、有楽町ビッグカメラ、待って、じゃあ降りたことあるわ。あ、それさ、塗り替えかなんかで一回めっちゃ困ったとこじゃない？困ったとこかも。ここどこってなったとこだ。絶対そうだよ。一回降りたことあるわ。じゃあいつか降りたことありますね。
星150個投げました。嬉しい。ありがとう。青島せんべい。そう、有名。青島せんべい美味しいよ。うん。銀座のチャンスセンターに宝くじ買いに行く。え、それ当たりやすいとこ？いいね。たまに宮崎の生野菜や果物も置いてる。最高やん。名前変えた？空組。イエイ。新橋から有楽町長年働いていましたので私がご案内いたしますって。え、ほんと？え、すごい。新橋と有楽町すごいね。 JR の駅で有楽町が銀座に一番近い。そうじゃん。全然わからん。大阪のアンテナショップ行って何売ってるか見てみたい。あ、行ってみなよ。意外とね、地元のやつって楽しいよ。地元、自分の出身の県のアンテナショップって楽しいよ。その県のことを愛してるなら宮崎に来たら観光してほしい場所。いっぱいあるからな。でも私は海が好きやから、海スポット、海に近いスポットがめっちゃおすすめですね。そうですね。うん。夏ね、最近ね、あ、馬ヶ瀬の、あの日南市の馬ヶ瀬の、あの馬ヶ瀬を見るスポットがあるっちゃけど、そこがね、こう透明になったの最近。そう、透明になってから行けてないので、透明になった馬ヶ瀬を見たいですね。そう、お散歩におすすめです。お散歩、あとめっちゃ絶景すごいね。リフレッシュできる。クルスの海ですね。うん、大好きな場所、私のクルスの海。日南高校どういうこと大阪ってお土産より地元で食べるのがメインと思ってるから、お土産そんなにある気がしないって。え、大阪、大阪たこ焼き551の肉まん。確かに大阪のお土産ってなんやろね。確かに、確かに。え、大阪のお土産なんやろ。大阪で何買ったっけ。うん、インスタに福留ちゃんの写真ありがとうって。ああ、イエイ。あれはあのみつほの、みつほってみんながワイワイ写真撮ってる時に、私がみつほのピンの写真が欲しくて撮った写真です。不意に撮った写真ですね。そう、携帯をいじりながら見てく、カメラ目線してくれました。素敵だったな、あの日は。そう、しかもあれ玄関目なんですよ確か。唯一宮崎行ったことないって、もう来るしかないやろそれは。うん、今からフルスピードで課題やりますってラジオとして聞く。うわ、岩さん頑張ってね。宿題、たこ、たこしょうのたこ焼き。何、たこしょうって有名。たこ焼き551の肉まんがいっちゃない。馬ヶ瀬大分より、そうですね、まあまあ大分より、うん、半分ぐらい、いや、うん、大分より、うん、半分ぐらい、うん、そうですね、まあ近いっちゃ近い。タコマサ、ごめんなさい、タコマサ、タコシューじゃなかった、タコマサだって。うん、タコマサ、豚まん、うん、タコマサ、人の名前みたい。チキン南蛮って東京でお土産買うってイメージあるって。チキン南蛮、チキン南蛮を東京でお土産で買うってこと。
ないやろ。宮崎で食べてて思うね。確かに思う。それは思う。確かに。え、大阪何が有名じゃ。そういうお土産やったら。お土産やったら。あ、リクルおじさんのチーズケーキね。あ、それだわ。それだわ。リクルおじさんだわ。リクルおじさんの、でもチーズケーキまで食べたことないな。リクルおじさんのチーズケーキ食べたい。有楽町から銀座をのんびり歩きましょうかって。行きつけのお店がありますゆえ、つけがたまっちゃう面白い、うん、何たこ焼きの歌それ。つー連れてってタコマッサ、連れてってタコマッサだって。大阪出るとき連れてって絶対違うやん。 N さん、だるまさんありがとう。 TikTok で AKB の皆さんが大阪と言ったら何か言ってくれる。あ、あったね、音楽番組の前のやつね。チーズまんじゅう美味しい、大好き。私東京来るとき寂しくなるからさ、チーズまんじゅう買って持ってきたりするよ。全然と、もっと早い、あ、もっと早いんですね。連れてってタコマッサ、連れてってタコマッサ、大阪出るとき連れてって。どう、どうやった、どう。結構自信あるけどな、結構自信あるよ今のは。どう、チーズまんじゅうやったら持ち運びできそう。そう、できるできる。え、結構今の自信あるぞ。城島ロールケーキ美味しそう。ロールケーキいいね、食べたいね、美味しそうだね。チーズまんじゅう何種類持ってる。おお、こんねん堂島え、なんて言った、さっき。じゃあなんて言うんだ、じゃあなんて言った。え、堂島、待って、なんで城島って言うんだと。堂島やん、どう見ても。ちょっと待って、ちょっと言い直す。堂島のロールケーキ、はい、こちらですね。ゆうちゃん、ハートありがとう。なんか聞いたことあるよ、でも堂島のロールケーキ、堂島のロールケーキ、分からんけど。自由軒の名物カレーのレトルト、お土産。マグロさん、ハートありがとう。え、マグロが食べたくなっちゃった。ロールケーキいいの。堂島、堂島やったっけ、ロールは美味しい。地元の人も食べるし、有名。じゃあ誰か差し入れよろしくお願いします
4分前、待って、早くない？え、早いね。30分って早くない？え、ちょっと待って、本当にさ、30分配信した？うん、早くない？早くない？びっくりしたよ。あと20分ぐらいあるかと思ったけど。銀座でお寿司食べたいときはやめてね。道案内だけしますから。え、ありゃ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 、早いね。でも終わらなきゃ、明日やばいから。明日がやばいので。20分前、うそ。じゃあランキング見ましょうか。皆さん寂しいですが、ランキング読んでいきたいと思います。楽しい時間も今日はこれで終わりですね。13位ピンクカメオさん、ありがとうございます。12位ハブさん、ありがとうございます。11位アキさん、ありがとうございます。10位コウちゃん、ありがとうございます。9位ギャレサとマグーナナレンジャーサラノン、ありがとうございます。8位ピンクのクマさん、ありがとうございます。7位ふわふわさん、ありがとうございます。6位ナートマクソラグミ、ありがとうございます。5位ヒデリンゴさん、ありがとうございます。4位ひねとさん、ありがとうございます。3位カラスのカーコさん、ありがとうございます。2位わさぴさん、ありがとうございます。そして1位はカズニーさんでした。ありがとうございます。みんな夜に急にね、スケジュール、タイムスケジュール出して、そう SNS で呼びかけてね、めっちゃ急だったのに夜にググッと2時間半も見に来てくれて嬉しかったです。本当にありがとう、みんな。ありがとうございます。明日のタイムスケジュールもギリギリかもしれん。ごめん、みんな許して。でも夜と、でも夕方もできたら、リハ終わったらやりたいので、はい、明日夕方にいっぱいできたらいいななんて思ってるんですけど、夕方いっぱいできるかな。はて、そう、イベントも皆さん明日までなので、そうですね、頑張りましょう一緒に。そうね、え、待って、3週、そうね、1回目はじゃあめっちゃ早く、あ、1回目はさ、1回目は3週しやすいよね。1時間前までに言ったら3週できる？3週できますか？1時間前までに言ったら1回目の配信では3週できるってこと？じゃあできるだけ、はい、早めに見ますね。あ、待って、明日の7時59分までか。待って、やばいやん、明日7時59分までえ、ってことはさ、めっちゃ冷て配信せんといかんくない？え、ちょっと待って、どうしよう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 。じゃあ、あ、じゃあ3時とかできるかな。ギリ終わってるか終わっちゃうかぐらいやけど、できたら3時から7時59分までの間にガッとやりますね。夕方夜夜かも、そんぐらいかもしれない、知れません。はい、1時間前に言ったら1回目は3週できるってことね。してほしい。そっか、え、その後もさ、1時間前に言えば45分前で捨て星できるってこと？1時間配信やったから3週できた。ほんと？よかった。じゃあ皆さん、あの明日は、そうね、7時59分ね、6時59分じゃなくて7時59分ね。15分前でも1時間配信なら3週できる。ほんと？ほんとに？お知らせすれば？でも捨て星できんくない？
じゃあみんな、まあ、時間は過ぎてますが、今日はまあちょっとまだ余裕あるので、配信できる時間内ではあるので、皆さんありがとうございました。星満タンの場合そうよね、そうだよね、みんな星満タンにして待っててください。星満タンにして、明日7時59分までかなに、できる限り長い時間やりたいと思うので、はい、3時間に近い数字でできるように頑張るので、皆さん星満タンにしていつでも見れるように待っててください。3時以降になります、きっと、3時以降、3時以降にやりますね。はい、7時59分までで合ってますか、明日の今日の今のイベント7時59分まで、間隔1時間とかになるかもしれんけどな、7時59ね、ありがとう。じゃあ3時半から4時半、5時半から6時半、あ、それじゃダメってことか、3時から始めれたらベストってことね、4時、5時から6時、7時から8時ってこと、それくらい、3時に始めれたらめっちゃいいってことね。ありがとう、7時59分59分までね。じゃあ皆さんそんな感じで、明日は3時以降になると思っちゃうけど、多分3時以降ぐらいになると思っちゃうけどさ、3時以降ぐらいになると思っちゃうけど、そうですね、7時59分までの間にできれば3時間配信したいと思うので、はい、最初の時間はそう、レッスン次第に、レッスン終わり次第にはなるんですけど、皆さん星満タンにしていつでも見に来れるようにしていただけたら嬉しいです。みんな最終日も頑張りましょう、楽しみながら、3時以降、はい、というわけで皆さん今日も配信見てくださってありがとうございました。それではおやすみなさい、せーの、空のんじゃんけんじゃんけん、ぽい、チョキでーす。それでは、あ、もう11時半か、はーい、皆さんありがとうございました。じゃあ明日の投資リハ頑張ってきますね、皆さん頑張ります。それでは皆さんおやすみなさい。今日も皆さん忙しい中夜遅くに見てくれてありがとう。ランキング読んだよね、ランキング読んだよ、ランキング読んだ、読んだね、読んだ読んだ。それでは皆さんおやすみなさい。みんな今日もありがとうございました。バイバーイ。